ニューオーリンズジャズは1900年代に発生、1910年代までに確立したとされるアーリージャズに属する一つで発祥の町の名を冠したもの。米国南部ルイジアナ州ニューオーリンズ市、トロンボーン、クラリネットなどの三冠が中心となって集団即興演奏を行ったジャズの演奏スタイルがその典型とされている。1920年代初頭に ニューオーリンズの観楽街が閉鎖されたことにより、ニューオーリンズのジャズ演奏家は、シカゴ市などに流れ、活動の拠点を移すこととなる。ルイ・アームストロングなども、例外ではなかった。しかし、彼らは、活動拠点を移しただけで、シカゴジャズとは異なる。1940年代、音楽から遠ざかっていた、ニューオーリンズのミュージシャンたちが、ビル・ラッセルによって、再発掘され、 ニューオーリンズジャズは再び注目を浴びる。これを古いジャズの復興という意味でリバイバルブームと呼ぶ。日本にも戦後アメリカ文化の流入によって受け入れられ人気を博した。この時期のミュージシャンではバンク・ジョンソン、ジョージ・ルイスなどが有名である。ニューオーリンズジャズは他のジャンルの影響を受けて進化を続け、ニューオーリンズの街に根付いているがファンの高齢化などによって 衰退の兆しも見える。ジャズの語源としては、この地区での当時のスラングで、成功をジャズ、売春宿を、ジャスハウスと呼んでいて、1階が酒場で2階が、売春宿の酒場部分を主な演奏場所にしていた、演奏家たちのことを、ジャズバンドと呼んだことが、ジャズの語源となったという説もある。他にも、フランス語のジェイサーからなどと、現在でもその語源は、はっきりしない。 ルイ・アームストロングは、火星的側面、リズム的側面、スタイルの発展に大きく貢献した。ナインスやサーティンスといったコードをよく用いたり、より複雑で難しいリズムのフレーズをしばしば用いた。また、すべてのパートが音楽的に同等の意味を持つ、アンサンブル主体のスタイルから、各楽器ごとにソロを回していくスタイルを一般的にしたのも彼である。また彼は、 ニューオーリンズの地域的なスタイルであったスキャットでメロディを歌うスタイルをシカゴへと持ち込み、ジャズのスタイルとして一般的なものにした。ジャズの特徴的な要素はこの頃ほぼ全て完成された。ありがとうございます。